どうも皆さんこんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて今回もやっていきましょう。一つの銘柄のハイボールを極める編ということで第13弾お届けしていきたいと思います。このシリーズでは一つの銘柄のハイボールを様々なアレンジレシピで試してみて、どのレシピが美味しいのかっていうのを実際に検証しながら紹介していくシリーズでございます。今回はあの熱狂的なファンがつくハイボールも絶品なアイラモルト、アイラ島のウイスキーを紹介しながらハイボールのアレンジレシピでやっていきたいと思います。それがこちら。さあ今回ハイボールでアレンジしていくのがこちらでございます。シングルモルトウイスキーアードベッグ10でございます。いやーついに来ましたね。このアードベッグはね、私のチャンネルでも結構ファンの方たくさんいらっしゃるイメージがあります。スコットランドのアイラ島の中でもまさにアードベギャンというファンの名称があるぐらい熱狂的なファンの方を魅了する、そんなね魅力あふれるウイスキーの銘柄でございます。アイラ島らしい力強い薬品的な香りとか、あとは香ばしいスモーキーフレーバー、これらをねどちらも持ちながら、意外と口に含んでいただくとクリーミーな甘さ、オイリーさがあったりとか、香りもねちょっとこうフレッシュレモンを連想させるような爽やかな香りも含んでいたりするんですよね。飲めば飲むほどどんどんこういう魅力に気づいてやみつきになってしまう、そんな銘柄の一つなんじゃないかなと思います。このね香りのフレッシュさと、それから飲んだ時のオイリーさみたいなところのギャップがあるっていうのもね、この銘柄のすごくいいところなんじゃないかなと個人的に感じております。さらにねアルコール度数も 46% ということで、ソーダで割ってもこうキレがねすっきり出て飲みやすいっていうよりも、しっかりとした飲み応えも合わせて楽しむことができる銘柄でございます。今回はこのアードベック10のハイボールを5つのアレンジレシピで検証していきたいと思いますので、早速レシピの紹介に行きましょう。さあ今回紹介していくアレンジレシピ5つ、まず1つ目がこちらでございます。はい、ブラックペッパーでございます。なんと先日視聴者の方からね、ちゃんとこのミルマシン、プッシュするだけでミルできるマシンを提供でいただいてしまいました。本当ありがとうございます。早速使ったんですが、すごく使いやすいですね。いつもボロボロこぼしてたんですけども、これでもうね安心にギュッとねミルをして乗せていきたいと思います。そして続いてが大定番となります。こちら分かりますかね、この冷凍トロトロアードベックハイボールでございます。冷凍庫に入れてもね、基本的には家庭用冷凍庫では凍りませんので、ウイスキーがトロトロになって出てくるんですね。そんなこのアードベック10をだいたい丸1日ぐらいキンキンに小瓶に移して冷やしましたので、これをねダイレクトでソーダを注いでハイボールにしていきたいと思います。さあそして最後はね、実は3つとも全部 OTS を今日やっていこうと思います。この OTS っていうのは1ティースプーンの略でして、通常のハイボールを作った後に最後の仕上げに別のウイスキーを1ティースプーン分乗せるというやり方なんですね。今日はそのアレンジレシピを3つこの OTS でやっていきたいと思いますので、おそらくアードベック好きの方はすぐあれじゃないかなって想像つくと思うんですけれども、どんな銘柄が出てくるか楽しみにしながら最後までご覧いただけると嬉しいです。まずはねこのアードベック10の通常のハイボールを作っていきますので、皆さんも一緒に乾杯していただいてお付き合いください。その後に5つのレシピで作っていきたいと思います。では早速まずはハイボール作っていきましょう。さあまずはねこちらアードベック10のハイボールを作ってまいりました。もともとね色合いもすごく透き通ったレモン果汁みたいにねかなり透明感のある色合いなので、ハイボールにするとほとんど琥珀色とかわからないですね。色合いもかなり透明感が強いかなと思います。それでは早速ね今日も乾杯していきましょう。それでは今日も一日お疲れ様です。乾杯。まず香りから。ほーいいですね、このね鼻をスーッと突き抜けていく爽快感あふれる香り。うん、このね、なんとも言えない薬品感とね、塩気の効いた香りがいいですね。ではいただきます。美味しい。やっぱね、この飲んだ時の喉越しが爽快感っていうよりも、結構舌の上をね、滑らかに伸びてくんですよね。余韻もこう、後の方にペッパーの効いたようなね、香ばしい風味が立ち上がってきて、なんともこう、一杯で大満足の美味しさなんじゃないかなと思いますね。力強くもあるんですけれども、何度もこう病みつきになってしまうようなね爽快感とかフレッシュさみたいなところもあるので、やっぱりねこれはもうハイボールに最高なウイスキーの一本なんじゃないかなとは思います。
ここからはですね、このアードベック10をそれぞれ5つのアレンジレシピでやっていきたいと思います。ぜひね、ご一緒にお持ちの方はお付き合いください。それでは早速作っていきましょう。はい、ではね、ほとんどもう透明ですね。これはアードベック10のハイボール、まずノーマルを作りましたので、ここにね、このミルマシーン、新たにね、パワーアップした黒胡椒ハイボール作っていきたいと思います。ではこの上に、では軽くね、2、3ミルしてみましょう。いやー、簡単ですね。しかもこぼれない。ありがとうございます。これ早速使わせていただいてます。では見た目はね、ほんと黒胡椒が綺麗にね、まんべんなく表面に乗ってるのが分かりますね。ではいただきます。お、香りいいですね。力強いこのペッパーの効いた風味と、爽やかなこうレモン風味というかね、レモン果汁みたいなフレッシュな香りたちも立ち上がってきます。ではいただきます。あ、うん、これはやっぱ美味しいですね。本当にキレがあってすっきりとしてますし、こうちょっとね、土っぽいピート感というかね、ピーティーな香り立ちっていうんですかね、薬品的な香りがね、結構丸くなってて、どちらかというと香ばしい風味が全体的に立ち上がってくるかなと思います。美味しいですね。うん、あ、これはもうスイスイいけちゃう危険なハイボールですね。通常のハイボールに比べるとね、やっぱこう舌に乗ってくるグッとくるね、甘さとかクリーミーさ、まあ、オイリーさみたいなところがあるんですけども、このね、黒胡椒で作った時の方が明らかにもうすっきりドライですね。うん、これだったらもうそれこそちょっとオイリーなね、油っ気の効いたお料理とかも合いそうですよね。それこそアヒージョとかも合いそうだし、あとはホアジャオたっぷりかけた麻婆豆腐とかでも美味しそうですね。うん、こう中華のね、特有なのホアジャオとかの効いたスパイス系のね、お料理とか味わいがこってりしたものは全般に合いそうなイメージがありますね。うん、やっぱりこれは間違いなかったです。さあ、このね、キンキンに冷やした冷凍トロトロアードベックハイボールやっていきたいと思います。このね、グラスに注ぐときトロットロで出てきますからね。うわ、すごい。いやー、いつもね、ほんと感動ですよ。ここにダイレクトソーダという形でそのまま直でハイボールのこのソーダをね、注いでいきたいと思います。見た目はね、本当にこうスパークリング感が溢れてて綺麗な色合いですね。では香り嗅いでみましょう。これはね、もう本当に病院に入った時のような薬品的な香りになりますね。すごいこうのぶとくね、結構薬品感のある香り立ちが立ち上がってきますね。セイロガンみたいな感じじゃなくて、どちらかというとこう溶度感とかね、うん、あとは少しこう腐葉土を連想させるようなね、うん、ちょっと湿地帯に踏み入れたかのような香ばしくね、うん、ちょっとこうしっとりとした香ばしい香り立ちですね。全体的にはこう古い木材の香りとか香ばしさが全体的には感じられるかなと思います。かなりね、アードベック10からぐっと大人な香り立ちになったイメージがありますね。では飲んでみましょう。うん、かなりね、ビター感とスモークが絶妙ですね。これはなんか合鴨のパストラミとかと合わせたら美味しそうなイメージが湧きます。うん、ビーフジャーキーとかのね、肉肉しいこう噛み応えのあるものっていうよりかは、ちょっと脂身の効いたね、パストラミとか合いそうですね。合鴨のパストラミとか美味しそうだな、これ合いそう。いや、これとね、エイヒレちょっとハムハムしながらハイボールでチビチビ合わせるなんてのも美味しそうですね。うん、少容量で冷凍で作って何かおつまみと合わせるにはすごくね、いい美味しさだと思います。そしてここからはね、一気に OTS3 種類飲み比べをしていきたいと思います。今日やっていくのはこちら。さあ、まず今回の OTS 一つ目がこちらでございます。やっぱり来ましたね、アードベックのウーガダールでございます。ほぼね、樽出し原酒に近いアルコール度数かなり高めでして、 54% 以上 55% 未満という表記になっております。かなりね、飲み応えがあるんですけれども、通常のアードベック10に比べるともっと甘みがしっかりとしている、ドライフルーツ系の甘みがより加わったイメージがあるかなという一本でございます。これはね、バーボンダルで熟成させたこのアードベック10に比べて、さらにシェリーダル熟成のね、ウイスキーも使われているというところもありますので、そんなところからこうしっとりとね、滑らかに伸びていく甘さというのも感じていただけるんじゃないかなと思いますね。そして OTS2 つ目、こちらアードベックコリーブレッカンでございます。これもね、ほんとファンの方多いですよね。私もコリーブレッカン一時期すごくハマってた一本なんですけども、これはバーボンダルの後にフレンチオークですね、フランス産のオーク材を使ってまして、このね、ウーガダールに比べるとフレンチオークという点でちょっとこうスパイシーさがさらに加わってるんですよね。もっとね、飲み応えはあるんですけども、どことなくちょっとこうポップな香り立ちがあると言いますか、このウーガダールはしっとりとね、落ち着いた甘さなんですけれども、もっとね、特徴としてはつかみやすいアードベックかなと思いますね。さあ、最後 OTS3 つ目がこちらでございます。アードベックアンオーでございます。これもね、
アードベックの中では結構フレッシュで飲みやすいタイプかなとは個人的には思いますが、樽のタイプはね、通常のこのテンと同じようなバーボン樽、それからペドロヒメネスというタイプのね、シェリー樽を使ってます。かなりね、甘口タイプのシェリー樽の熟成のウイスキーと、それからホワイトオークの新材のね、樽で作った新樽のウイスキーというのがブレンドされているという3タイプの樽熟成のウイスキーが使われております。この10に比べてもさらにフレッシュで滑らかで飲みやすいかなと感じるのがこのアンオーでございます。それぞれ甘口どっしり、ちょっとスパイシーさもある飲み応え十分なこのコリーブレック感、そしてより柔らかなこのアンオーということで、それぞれをね、 OTS していったらどうなるのかという超贅沢飲み比べをしていきたいと思います。それでは準備していきましょう。さあ、それでは OTS やっていきたいと思います。今ね、それぞれ同じ分量で作りましたので、このボトルを内ひねり外戻しで丁寧にね、優しくこのティースプーン1ティースプーン分ウイスキーを注いでいきたいと思います。はい、これで軽く上に落とすだけ、簡単ですね。はい、いよいよ OTS 完成いたしました。こちらからアードベックのウーガダール、コリーブレックアン、そしてアンオーでございます。いや、このね、 OTS 飲み比べは初めてなのですごくワクワクしてるんですけれども、それぞれね、一気に飲み比べをして特徴などもお伝えできればと思います。まずはではバーボンダル、シェリーダルで熟成させたウーガダールからいただいていきましょう。まず香りから。おー、すごい、一気にね、やっぱりチョコレートとかレーズンチョコみたいなね、甘くてでもちょっとビターな香り立ちが立ち上がってきますね。すごくこう厚みのある香りになりましたね。では香りも嗅ぎつつ、そして飲んでいきましょう。あー、すごい美味しいですね。口に含むとね、力強いスモーク感が立ち上がってきて、力強くて飲み応えのあるハイボールかなと思います。甘みもね、ほのかに感じられますね。やっぱりこのウーガダールのすごい味わいの力強さとか影響力のね、強さっていうのが感じられますし、これスモークレーズンとかと合わせたら美味しそうですよね。スモークしたレーズンのちょっとこう渋みとかね、酸味みたいなところとかも見えてきて、かなりね、合うんじゃないかなと思います。アードベック10の爽快でこうフレッシュな香り立ちっていうよりも、もっと甘さがぐっとね、深くなってビター感強くなって、そしてドライフルーツ系の香り立ちも出てくる、そんなハイボールかなと思いますね。やっぱこれ美味しいですね。さあ、続いてこちらはですね、ウイスキーの一部、それをね、フレンチオークの樽でさらに熟成させたウイスキーでございます。コリーブレッカー飲んでいきましょう。さあ、ではまず香りですね。おー、なんだろう、アードベック10のフレッシュな香り立ちっていうのがもっとね、力強く濃厚になってるイメージがありますね。うん、こうレモングラスみたいな爽やかな香りとか、ちょっとね、穀物の風味が割とくるかな。バニラとかね、そういう系統の香り立ちもぐっと上がってくるかなと思います。では飲んでみましょう。あー、美味しいですね。これマリネとかと合わせたら美味しそうだな。スモークサーモンとかと合わせてもね、うん、美味しそう。ちょっとスパイスを効かせたね、お料理とかとも合うんじゃないかなと思います。かなりね、もっとアードベック10のオイリーな、しっかりと甘みが残るハイボールっていうよりは、割とね、軽快でフレッシュな甘い香り立ちになりましたね。うん、このね、酸味が全体的に立ち上がってくるかなと思うので、こうダークサイド寄りというか、ダーク寄りなウーガダールと、もっとフレッシュで爽やかな系統になったのかなというのが、このコリーブレッカンかなと思います。美味しいですね。これタコの唐揚げにレモン絞ったりとか、サーモンのね、カルパッチョとかね、合いそうですね。うん、スモークサーモンとかとも合いそうな、サーモンのちょっとね、こう油がしっかりと乗った甘さとか美味しさとかと一緒に合わせると、かなりね、すっきりと仕上がって美味しいんじゃないかなと思いますね。そして最後がアンオーでございます。このアンオーはね、樽のタイプも3種類ということでね、非常に複雑な樽の使い方をしているわけですが、こちらも飲んでいきましょう。まず香りから。お、すごく穏やかですね。スモーキー感もそんなに強くないし、割と爽やかな塩っ気の効いた香り立ちが全体的にあるかな。少しこうソルティーとも言えるようなね、ちょっと塩っ気の効いた香り立ちがあるので、アードベック10の方がむしろ濃く感じるぐらいの爽やかな香り立ちですよね。全然ね、スモーキーさとかもなくって、ほんと穏やかで落ち着いた香りになりました。飲んでみましょう。あー、すごい、うん、クリーンですね。かなり軽快でスーッとすっきりしたイメージになりましたね。うん、このアンオーの滑らかですっきりした印象というのが、こうハイボール全体的にこうシュッとね、引き締まったすっきりした美味しさに仕上げているのかなと思いましたね。これだったらこうラングドシャとかと合わせても美味しそうだし、うん、あとはイワナの塩焼きとかね、ちょっとこう川魚とかを塩で軽く焼いたものとか、畳イワシとかとも合いそうですよね。
いや、かなりね、それぞれの違いが出て面白いですね。これもしね、この中でお持ちのものがあったら、このアードベック10のハイボールにちょっと贅沢に、この数滴ね、OTS で垂らしてみて、どれが好きかなっていうのを試していただければ嬉しいなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はアードベック10のハイボールを、さまざまなアレンジレシピで試してみて、どれが美味しいかおすすめかっていうのを紹介させていただきました。私の中で一番そうだな、好きだったのは、この黒胡椒と同率1位でコリブレッカンですかね。このね、黒胡椒の風味がよく生きたなっていうイメージだったんですよね。スパイスの感じもありつつ、アードベックのすっきりした印象も出てきたので、かなりね、こうお肉とかと合わせたくなるような、そんなイメージが黒胡椒だと湧きましたし、フレッシュで軽快でありながらちょっとね、酸味の効いたスパイシーさがあったのがコリーブレッカンハイボールだったので、ぜひね、この2つは試していただきたいななんて思いました。ということでね、今回もハイボールを深掘り縦掘りしてきたんですけれども、今日の中でこれ試してみたいなみたいなレシピがあったらコメント欄に書いていただけると嬉しいですし、そして前回出題したウイスキークイズのキーワード、もうお分かりかと思いますが、こちらのアードベックが正解でございます。1815年創業であるということや、さらにはアイラモルトですよという話もしてきましたし、10年熟成の 46% のスタンダードのボトルが知られておりますということで、当たった方おめでとうございます。そして次回なんですけれども、これね、ちょっと最近私がハマってるちょっとマイナーなブレンデッドウイスキー特集をやっていこうと思います。ちょっとね、前後編になるか、ちょっと撮ってみてっていう感じにはなるとは思うんですが、10本ほどあまりこう知られていないマイナーなブレンデッドウイスキーをピックアップして、それぞれの特徴をストレートで飲んだりハイボールで飲んだりしてみて、どれがどんな特徴なのかなとかっていうのを紹介していこうと思っております。マイナーブレンデッド特集ということで、次回楽しみにしていただけると嬉しいです。その中で次回登場するウイスキーを皆さんに一つね、ぜひ予想して当てていただきたいと思います。今回のウイスキークイズのヒント、まず一つ目、このウイスキーは5年以上熟成されたウイスキーを使っているというお話でございます。そして2つ目、このね、ブレンデッドウイスキーのキーモルトは、私が大好きなあのタリスカーのね、蒸留所のウイスキーがキーモルトに使われております。そして3つ目、このウイスキーの頭文字を取りますと M ですね。 M という名が付くブレンデッドウイスキーでございます。分かった方はぜひコメント欄に残していってください。今後もウイスキーの魅力ロマンというのを熱く語っていきたいと思いますし、もうそれぞれね、いろんなメジャーなものからちょっとマイナーなものまで幅広くウイスキーの魅力や美味しさというのを語っていきたいと思いますので、ぜひ今後も応援よろしくお願いします。またこの YouTube 以外だと、音声配信でサブチャンネルやスタンド FM、ボイシーでも喋っておりますんで、ぜひね、ながら聞きでお酒を楽しむ際のお供として聞いていただけると嬉しいです。また1点お知らせになりますけれども、お酒好きな方とお酒の配信者がつながるコミュニティ、サカラバが大変好評でございます。これはね、Discord っていうアプリを通じてコミュニケーションをさせていただいてるんですけれども、連日連夜いろんなね、お酒のジャンルに分かれたトークルームで盛り上がっておりますので、興味のある方は概要欄の招待リンクから遊びに来てください。もちろん無料で入ることができます。では次回の動画と、そしてね、このサカラバでもお会いできることを楽しみにしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。